浜名湖第2レース1着は4号艇石丸小牧選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。自身2勝目が上がりましたね。はい、はい、じゃあレース振り返っていきます。はい、進入は1、2、3、ダッシュ4、5、6、枠成3対3、石丸選手4コース角から20あたりぐらいですかね。はい、さあここから気に行きます。1マークしっかり回れましたか。そうですね、もういつもこういう展開の時ターンマーク外しちゃうんで、練習の時とかも大事に行きました。もうしっかりターンマークを外さないように回ることを心がけて、はいはい、さあここまで船足はどう評価してますか。整備とかペラ叩いたりとかしたんですけど、船足はなんかいいところなく中堅かそれよりちょい下ぐらいなんですけど、でも乗り心地を一番に求めてやってます。今日はどう少し気象状況が変わりましたけれども、はい、その乗り心地の部分っていうのは調整しっかりできたんですか。そうですね、昨日9レース1回だったんですけど全然合わせれてなくて悔しかったんで、まあその後からずっと叩いてて、で今日の朝一もちょっと微調整していきました。それが結果につながりましたね。はい、はい、今日は後半カード、今度は10レースに再登場です。はい、では後半カードに向けて意気込みお願いします。後半もしっかり見どころのあるレースをするので応援よろしくお願いします。第2レース1着は4号艇石丸選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。2レースのビーナーインタビューをご覧いただきました。お疲れ様です。田崎さんの稼いでる方法を実践したら1週間ちょいで100万稼げました。お、いきなり結果出てますね。素晴らしいっす。プランの選び方も参考にしてます。田崎さんのおかげでこの先も稼げそうです。いえいえ、すぐ諦めちゃう人もいる中でちゃんと実践してきた結果ですよ。